腹,の業法腹部は肝臓胆脳脾臓胃小腸大腸膵臓腎臓,腎臓腹腎膀胱卵巣子宮など重要な内臓を保持していますそのうち消化管に当たる小腸は千島学説によれば造血臓器です東洋医学で重要視される胆田も下腹部にあります胆殿と呼ばれている部位に存在する臓器は 大部分は小腸です。この点からも、丹田は重要な部位であると言えます。腹部の内臓の胃、大腸、肝臓、胆の膵臓は、悪性度の高いがんのよしみ発部位ですから、腹の凝法は特に重要です。便秘などは、西洋医学ではあまり重要視されていませんが、東洋医学では重大な症状であり、慢病のもととされています。 便秘は、腹部臓器の循環障害が原因と言えます。腹部には中央に人脈が中央に近いところを人形へ側腹部に近いところを比形関係胆形が走行していますので腹部のマッサージはこれらの経落につながる臓器の血液循環も改善します一夜を向けに寝て膝を立てて腹部の筋肉の緊張をとります よくこすって温めた手のひらで片方の手のひらまたは両手のひらを重ねて助を中心に時計回りに20回くらい半時計回りに20回くらい腹部を大きくまたは小さく摩擦しますあまり強く圧迫せず軽くこする程度にしますできるだけ空腹時に行いますが食直後でも消化を助けるために軽く柔らかく 腹部の表面を撫でる程度に行うといいでしょう。この凝法は、座った姿勢や立った姿勢でも構いません。これを揉め腹と言います。に同じ姿勢で、腹部に指先を向け、息を吐きながら、腹部をゆっくり圧迫します。腹部全体をまんべんなく圧迫しますが、硬く触れる部位は、特に丁寧にゆっくり痛くない程度に止圧し揉みほぐします。 多少痛みを感じてもあくまで気持ちの良い程度に止めておきます腹部で触れるしこりは多くは大腸に停滞しているウィンである場合が多いのですががんの場合もしこりとして触れることもあります腹部の正中線には腹部大動脈が走行していてしこりのように触れることもありますが腹部大動脈では大きな白動を触れるのが普通です 腹部のしこりが明らかにがんであると診断がついていればこの部位を温めた手で撫でたり止圧するといいでしょう腹部のがんのしこりを止圧して治癒させたという報告もありますまだがんのしこりの部位を熱いタオルやカイロで温めることも有効です N 腰の凝法腰部には内臓として腎臓と副腎があり 腰椎の脊髄、腰髄からは神経が出ており、重要な臓器に入っています。腰痛は、多くの人が悩んでいる症状ですが、多くは、背筋と腹筋の衰えから来ることがほとんどです。このような腰痛の改善には、適度な筋肉の強化運動が必要です。しかし、腰痛でも、足や腰に、電撃様の強烈な痛みが走る場合や、 足や腰がしびれたりする場合は椎間板ヘルニアや脊椎間狭窄症などの危険な脊椎疾患の可能性がありますがんが脊椎に転移していることもありますこのような場合は整形外科専門医の診察を受けた方が無難でとりあえず安静が第一で運動することは危険です腰には成虫を特脈が上下に走行し 背骨の横を膀胱径が走行しており多くの壺が分布しています東洋医学では腎臓は生命力の中心と考えられています西洋医学でも腎臓は血液を浄化して尿を作る非常に重要な臓器で腎臓の機能を停止すなわち尿が出なくなることは即座に死を意味します一右手を右腰 左手を左腰に当て上下に手をゆっくり動かして摩擦します20回くらい行いますもめ腰に片方の手で仙骨から尾骨にかけて熱くなるまで摩擦します応性器の業法東洋医学的には性機能は腎臓と深い関係があり性エネルギーは腎臓に蓄えられていると考えられています 発生学的にも腎臓、尿管、膀胱等の泌尿器と精巣、前立腺、卵巣、子宮等の生殖器は同じ元気から発生します。このために東洋医学では男性のインポテンツ、性交不能症や男性不妊症、女性の不妊症や月経異常など婦人病、血の道病と呼ばれるなどの生殖器の病気は なののの基地の不足いいし、バランスれれと考えられています。性エネルギーは非常に原始的でたくましいエネルギーであまり取り柄のない凡人にも新しい人間を生み出す偉大な力を与えていますですから病気の時に性エネルギーを病気治療のエネルギーに変換すれば著しい自然治癒力の向上が見られます以下の業法は 性器の治癒を改善し、精力を回復するのに効果がありますが、精力が増しても性行為に消費したのでは、病気の治癒は望めません。病気療養中は、性行為をできるだけ避け、性エネルギーを転換して、病気治療に向けるようにします。男性は、射精を制限しないといけません。女性は、妊娠や出産は厳禁です。 性行為の肩すなわち、射精しすぎによる障害を、東洋医学では人距と言い,い、江戸時代は、酒毒、アルコール中毒と並んで、男性の代表的死因の一つに数えられていました。一鼠径部、腹部と大腿部の境目の部分、いわゆる桃の付け根の部分を手のひらでこすります。大腿の外側から、し骨の上部まで行います。 左右おの,の2男いい性の場合は片手で睾丸清掃を包んで揉みながらもう一方の手で下腹部を摩擦しますそれぞれ手を替えて左右20回くらいずつ行いますカブトジンの三女性の場合は左手で腰下の方の仙骨ご面の部分を押さえ右手での下から左下へ。 さらに恥骨へ向かい、恥骨から細へ上昇する円を描くように摩擦します。次に右手で腰を押さえ、左手で細の下から右下へ回るようにして、恥骨へ向かい、恥骨から細へ上昇する円を描くように摩擦します。左右20回くらいずつ行います。カブト人の p 足と膝の両方足の前面を。 関係、皮系、胃頸が、後ろ面を膀胱へ、外側を体へ、内側を陣形が走行しており、足を刺激すれば、これらの臓器の治療が良くなります。膝関節の痛みは、腰痛と並んで多い症状です。足と膝の両方で、下肢の治療を良くすれば、膝の痛みも改善します。膝の痛みは、大腿部と下腿部の筋肉の衰えや、 良くない姿勢や歩行の癖、また長時間の正座などが原因となることがほとんどです1膝を立てて座り大体と家帯の内側と外側を摩擦したり揉みほぐしたりしますもめ膝ざ2膝を手のひらで包み全体を包むように摩擦したり揉みほぐしたりします3膝の外側で家帯の骨の一番上から3横指くらいか指を 横に3本並べ体の距離に、異形の足三里の壺があり、この壺の視圧は、足の疲れに有効です。足三里は、江戸時代の俳人、松尾芭蕉が、奥の細道に旅立つときに、急を据えた壺として有名です。また、下体の内側のくるぶしの上約7から8センチメートルのところに、飛形の三陰ぎ橋の壺があり、この壺の視圧は、 冷え症や更年期障害に有効です。旧背中の行法。残念ながら、背中の視圧だけは、自分一人で行うことは困難です。溶ガなどで体が柔らかくなれば、なんとか指は届くようになり、一人でも、ある程度の視圧は可能です。孫の手などの道具を使えば、背中のツボに対する刺激は、一人である程度はできます。しかし、 一番いいのは親しい人にうつ伏せに寝て背骨の中心から両側の約2から3センチメートルのところを親指で首から背中さらに腰部までゆっくりこするか視圧してもらうことです。視圧は強すぎては逆効果ですから緩めに押してもらいます。ここには右の図に示すように膀胱径が走りたくさんのツボが分布しています。 背中の止圧は背骨の矯正にもなり大変効果があります。背中では肩甲骨の周りも丹念に止圧してもらうと肩こりに有効です。右の図に背中の膀胱形のツボを示します。